皆様がいらっしゃる場所にもその方たちのお骨が埋まっています。いわば私たちはお墓の上に立っていることになります。今日はあの日の記憶を持った被爆ピアノで演奏させていただきます。ある日突然人生を断ち切られてしまった方々へ思いを馳せて、まずは皆様とご一緒に慰霊の黙祷を捧げてから演奏を始めさせていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。黙祷。それでは今から音楽で追悼と平和を願って演奏をしたいと思います。最後までどうぞごゆっくりリラックスしてお楽しみください。一番最初の曲は、サウンドオブミュージックという映画の中から全ての山へ登れ。ではありがとうございます。続いての曲はミハハマリア。このミハハマリアというのはカトリックの聖歌で、被爆直後の長崎、やっぱり同じように9日に原爆に遭いましたけれども、被爆直後の長崎でカトリックのシスターや女学生たちがもう被爆の後の痛みや苦しみに耐えながらこの歌を歌って、祈るように歌って救いを求めたと言われております。でこの歌を歌いながら亡くなられた方も多かったと言われております。Thank you.
ただいまの三母マリアは長崎のお話でしたけれども、次は海ゆかば。この海ゆかばっていうのは当時第二の君が代と呼ばれていたそうなんですけれども、これは広島の原爆で全滅した旧制二中の手記、石踏みっていう本が出版されておりますけれども、その中でも多数出てくるんですけれど、当時14、5歳の少年少女たちがまさにこの川の中でこれを一緒合唱しながら亡くなられたというエピソードがいっぱい残っております。でこれは長崎でもやはり同じようにこの歌を歌いながら亡くなられたというお話を伺っております。それでは海ゆかば。
はもともと岡山に伝わる歌だそうで、それを山田耕作さんが聴いて大変美しい、その前にも他の方も採譜されて編曲して出されたりしてるんですが、山田耕作さんが大変美しい編曲をなさいました。で、伴奏大変美しいんですが、それによってより一層広く歌われるようになりました。で、被爆後の辛い床の中、被爆で体が動かなくなって、で、辛い療養中の床の中でこの歌を家族の方々に歌ってもらったりして、それで慰めになって励まされて生き延びたとか、そういうようなお話も伺っております。では、中国地方の子守歌、ねんねこしゃっしゃりませんですね。もしよろしければご一緒に歌ってください。1931年にプロテスタントの、キリスト教のラックア音楽伝道団っていうのが来日、さらに来広しまして、原爆慰霊碑の前で犠牲者の冥福を祈って、演奏をされたそうです。で、その時に、この歌も歌われました。ラックア伝道団はどうやらマリンバとハープ、トロンボーン、ハモンドオルガンも入ってた、そういう楽団だったそうですね。それでは千歳の岩よ。
モーツァルトのレクイエムよりラクリモサ、これは涙の日という曲なんですが、これは実は残念ながらモーツァルトの絶筆でして、あの8小節のみを書いて、モーツァルトもそれ以上書けなくなって亡くなってしまったんですが、あの歌詞の中に主イエスよ彼らに安息をお与えください、そのような意味合いがあります。あの私たちは特にキリスト教徒ではありません。あの普通に仏教徒ですし、あの神社にも行きますし、もう本当に八百万の神様を信仰しております。ですけれども、やっぱりこうこのレクイエムをちょっとこちらで演奏したいなと思いまして、ではラクリモサ、あの始まって8小節間はモーツァルトの作曲なんですが、その後は変わります。おそらく皆さんお分かりになると思います。全然変わるんですね。では
これはチャップリンという人はなんか人類愛を描いた映画を多く作ってるんですが、あの何があっても生き抜くことを伝え続けた人ですね。でそれでどんな辛い時も笑って手を取り合って生きなければならない、そう言っていました。で世界の人々が争いのない地になりますように、もう今もどこかで必ず戦争を起こってるんですけれども、そんなようなことがなくって仲良くて平和な世の中が実現しますように、本当に祈りを込めて最後のスマイルのクロージングテーマです。映画の一番最後のシーンに手を取り合って2人の主人公が歩いていく、そういうシーンで流れます。ではスマイル。